皆様こんにちは。ベガトラベラーチャンネルにようこそ。今回のシリーズは週末邪馬台国、三国志西和人伝に書いてある経路をたどり邪馬台国まで行っています。今回は釜山中心街南浦洞を歩いてみた。クヤ韓国釜山の中心街南浦洞周辺の繁華街を街歩きします。ハローオールオーバーザワールド、 Thank you for watching and welcome to the Vega Traveler Channel. This series is a weekend trip to 邪馬台国。 In this series, I'm going to travel to 邪馬台国 to follow the route through the written by Romance of the Three Kingdoms Wei Si Wajin biography. The title of this video is Walk Around 南浦洞 in the center of 釜山。This time, I'm going to walk around the downtown area of 南浦洞, the center of 釜山. Let's enjoy the video. Thank you. はい、ということで、今回は釜山駅にいます。前回の動画でですね、KTX、これ韓国の高速鉄道ですね、韓国の新幹線、高速鉄道の KTX チョンヨンという最新の車両に乗りましてですね、ソウルから釜山までやってきました。三国志西和人伝で言いますと、この釜山っていうのはクヤ韓国っていう、町にあたります。最初ですね、三国志西和人伝では大宝軍地、これ大宝軍のお城のあったところだと思うんですが、こちらを出発しまして次に行く土地っていうのがクヤ韓国となります。はい、それでクヤ韓国っていうのは現在でいうところの釜山にあたる町だと考えられています。はい、ということで今回はですね、この釜山の街に来ましたので、まずは、釜山のですね一番の繁華街、こちらに行ってですね繁華街の街を歩いてみたいと思います。で今回の動画では、中心街の南浦洞の街へ行って昼ご飯を食べてみたいと思います。でこの昼ご飯を食べるのはいいんですが、ちょっと食べ方を間違えてしまいまして、お店の人に怒られてしまいました。まあそういった様子をお伝えしていきたいと思います。はい、それでは Google マップで今回の経路を確認します。こちらが釜山ですね。北の方にあるのがソウルです。南の方にあるのが福岡ですね。ということで、まずこの釜山、本日はですね、釜山の駅から出発して、南浦洞の駅まで地下鉄でまず移動していきたいと思います。釜山から南浦洞ですね。はい、南浦洞、ですね、韓国の地名って漢字で書いてあるんですけど、ちょっとね、振り仮名難しいですね。はい、ということで地下鉄で1本です。約9分で到着します。南浦洞のエリアまで行って昼ご飯を食べてみたいと思います。こんな感じで非常に美しいですね、ショッピングストリートがあります。はい、それでは釜山の駅から地下に降りていって地下鉄に乗ってみたいと思います。こんな感じで地下に行きまして、ちょっと地下の通路を歩いていきます。このようにすごい綺麗な地下の通路がありまして、動く歩道があります。壁の装飾なんかも LED でなんか綺麗な色で装飾されていて、広告もあってめちゃくちゃ綺麗な通路となっています。この動く歩道は、ちょっと通路の幅が狭いので前の人を追い越すことができないっていうところはあるみたいなんですが、めちゃくちゃ綺麗ですね。まあ日本で言ったらまあこういう通路あるとこってどこかな。池袋のサンシャインに行く、通路、こんな通路があったような気がします。はい、ということで釜山の地下鉄の駅まで来ました。地下鉄に乗っていきたいと思います。こちらが改札ですね。それでは地下鉄に乗って、南浦駅ですね、南浦洞のある南浦駅まで行ってみたいと思います。ワオパスで通過します。はい、ということでこれソウルで、使っていたワオパス、まあ、T マネーカードの機能となるんですが、こちら釜山に来ても使うことができるといったことになっています。はい、ということで、地下鉄の駅のホームにいるんですが、ちょっと1本ですね乗り過ごしました。これなんでかっていうと、列車の方向を見たら次の駅がですね反対側の駅が書いてあるんですよ。ということでちょっとこれホーム間違えまして、反対側のホームに来てしまっているようです。ちょっと反対側のホームまで行ってみたいと思います。ただこれホーム行き方がわからないんで、ちょっとまたこの改札前出てきました。どうやらですねこの地下鉄の路線のホームがですね上りと下りで別の改札になっているようです。この改札の中からですねホームから直接反対側のホームに行くことはできないようになっていました。こちらが入り口のようですね。1回改札を出てもう1回入ります。
まあ、ということでこれ T マネーカードワオパスですので、こんな感じですね、まあ、1回入ってもう1回出ても、まあ、もう1回入ることができると、乗り換えても全然お金はかからないといった仕組みとなっています。はい、地下鉄の中の雰囲気はこんな感じで、日本の地下鉄とほとんど雰囲気は変わりません。はい、南浦の駅に到着しました。これ地下鉄2駅ということで4分と、釜山駅から南浦、まあ、中心街ですね、南浦洞までは、地下鉄で2駅4分ということで非常に近い距離となっています。はい、それではワオパスを使って改札の外に出て南浦洞の街、これ釜山でおそらく一番の繁華街だと思われます、南浦洞の、街に、ちょっと繰り出していきたいと思います。はい、ということで地下鉄の駅を降りまして地上に出てきました。このように非常に広い通りがあります。おそらくこの下、道路の下をですね地下鉄が通っているものと思われます。そして、こちらが幹線道路になっていて、バスもこちら、たくさん走っているようですね。で、後ほどこのバスに乗ってみようと思うんですが、どうやら、これですね、実は名古屋にですねバスレーンってありますよね、機関バスっていうのがありますが、それと似たような仕組みがこちらに導入されているようです。はい、ということでこの辺り、このエリア一帯ちょっとですね、大通りから入っていくと商店街がたくさんあるということで、この辺りがですね繁華街、南浦洞の繁華街になっているのだと思われます。これめちゃくちゃ広い商店街ですね、どこまで歩いても商店街といった感じになっています。で、この釜山の街はですね、昔このエリア、昔っていうのは江戸時代の頃かな、日本が鎖国をしていた頃、日本を漢字でですね富山湖って書いて、まあ、富山って書いてあるんですね、富山湖と書いて釜山湖と呼ばれていたそうです。まあ、だから現在の地名の釜山っていうのはこの釜山湖っていうのが由来だと考えられます。そしてこの現在の地名の釜山という漢字は当て字だというふうに考えられます。はい、それで現在今この動画で歩いている南浦洞のエリア、この南浦洞のエリアにヨンドゥーサン公園というのは今でもあるんですが、展望台のある公園になっているんですが、このエリア一帯、ヨンドゥーサンエリア一帯に和館がありました。これ和館というのは何かというと、まあ、西暦1678年頃日本人居住区としてチャンリン和館というのがあって、まあ、要はですね日本人の居住区がこの辺りにあったということです。南浦洞のエリアは日本人の居住区があった。で、この日本人の居住区が対馬、まあ、日本のすぐ隣の対馬ですね、対馬と交易を行っていた拠点だったということです。まあ、だから、このエリア南浦洞一帯にあったチャンリン和館の名称からも、三国志魏志倭人伝の時代、このエリアが和国であったんだと、和国の面影を見ることができます。はい、ということで現在でもですね、この南浦洞のエリアは釜山の中でも一番の繁華街となっているわけなんですが、歴史は非常に古いっていうことが分かりますよね。昔江戸時代の頃からこの辺りに日本人居住区があって日本人も住んでいたエリアということです。非常に歴史がある古くからの繁華街といった趣になっています。で、現代歩いてもやっぱりこれ結構ですね綺麗に舗装がされていてタイル張りになっていて、からお店もですねカラフルなお店があって、ちょっとソウルとまだ違いますよね。このショッピングストリートの、この街路がですねタイル張りになっていまして赤っぽいタイルで貼ってあります。で、お店はオレンジ色で統一されている、どちらかというとオレンジ色の暖色の系統で全体的に、装飾がされているといった感じになっています。非常にカラフルですね。ちょっとソウルのイメージとはちょっと違う、南国のイメージがあるというか、そういった形になっています。こちらも非常に綺麗なストリートですよね。こちらのストリートは、こんな感じでですね道路がですねくねくねとちょっと曲がっていて、まあ、歩道が両側にあってですね、車がスピードを出して通ることができないように、まあ、歩行者が安全に歩行できるように作られていると思われるんですが、こういった形の非常に美しい綺麗な、まあ、街路、まあ、ショッピングストリートとなっています。まあ、ということでこのエリアおそらくクヤ韓国だと思われるんですが、
もうこんな感じで現代はですね非常に綺麗な街並みとなっています。まあだから卑弥呼の送った使者ですとか、あとは卑弥呼の後継ぎの豊って言いましたね、なんか14歳か15歳ぐらいの女の子が後を継いだそうですが、その豊はですね直接大砲軍のお城を経由して、魏の首都の洛陽まで行っているそうなんですが、ひょっとしたら豊はですねこの辺りを歩いていたかもしれないといったことになります。はい、ということでちょっと歩いたのでランチタイムということで昼ご飯を食べてみたいと思います。こちらのお店、海鮮丼のナッコプセ丼が食べられる、ケミチプっていうお店、こちらのケミチプっていうチェーン店の本店でランチをいただくこととしました。でどうやら、このナッコプセ丼っていうのはナとコとプでナがですね、手長だこからコがですねホルモン、それからセっていうのがエビを表すそうです。だから手長だことホルモンとエビの入った鍋といった形で、これをですね韓国の辛い味付けで、まあ、ご飯の上に乗せて食べていくといった感じの料理となります。で動画ではちょっと映してないんですけど、実はこの今、真ん中で、茹でている鍋2杯目になります。1杯目はどうしたかというと、実はですねこれ鍋で火をですね自分で調整して食べていかなければいけないっていうことだったんですけど、それ知らなくてですね火を消すのを忘れていて焦がしてしまいました。でまあこんな感じで鍋でやっていて、これ鍋の下はですねコンロがあるんですけど、これが電気式のコンロで火がついてないんで熱いかどうかっていうのはちょっとわからない状態だったんですけど、これずっと電気式のコンロがですねずっとつきっぱなしになっていて、中の食べ物が全部丸焦げになっちゃったんですね。これどうやって食べるんだろうと思っておじさん呼んだら、これじゃあ食べられないよとか言って、途中で火を調整して切らなきゃいけないよっていう感じのことを言われましてですね、まあそれでですね、ちょっと代わりにもう一個鍋持ってきてあげるからっていうことを言われまして、なんとかですね2回目に挑戦をしてですね、ちょっと次はですね火を途中で切ってうまいこと食べようかというふうに準備を今しているところです。でまあ韓国の方は結構気性が荒い方が多いということで、むちゃくちゃ怒られるかなっていうふうに思ったんですけど、まあちょっと日本語の喋れるですねまあおじさんでして、まあなんとか許してもらいます、すいませんみたいな形で言ってですねちょっと許してもらって、もう一個鍋を持ってきてもらったところです。でその後に鍋を持ってきてもらって食べ方をちょっと説明してもらって、最初真っ白のスープにこういった手だこですとかホルモンですとか、あとエビが入っていて、まあそれを熱していくんですが、ちょっと時間が経ってくるとこのようにですね赤い色が出てくるので、この赤色、まあタレが入ってたんですね、赤色が出てきたらこうやってかき混ぜて、これをですねご飯の上に乗せて食べていくんだよっていうことを教えてもらいました。まあご飯の量が結構たくさんあってですね、これ漬物もめちゃくちゃたくさん、持ってあるのが分かりますよね。これ一人で食べられるかなっていう感じだったんですけど、なんとかですね一人で全部食べてしまいました。で、味はですねこれめちゃくちゃ美味しいです。海鮮ですね、タコ、それからホルモン、それからエビっていうのが入ってまして、このプサンのですね海鮮料理をいただくといった形で非常に美味しい料理となっています。それでこの鍋、まあ、これ1人前かどうかわからないんですけど、これ食べるとですねだいたい日本円で1400円ぐらいでしたかね、それぐらいの値段でこういった海鮮料理をいただくことができるといった形になります。まあそれでちょっと今回火止めてみたんですけど、これでもちょっと火通しすぎたかなっていう感じで、まあちょっとまあエビとかがですね完全に茹で上がっている状態となっています。これとご飯と一緒にして食べていく、まあこんな感じの食べ方になっているようです。でこれおかずだけ鍋だけで食べるとですねこれめちゃくちゃ辛いので、まあこれちょっとやっぱりこれ焼きすぎたかな、早いうちにちょっと火を切ってですね、まあエビもちょっと半生ぐらいで、でちょっと置いとけば、全部煮えてしまうので、ちょっと早めにこれ火を切った方がいいかもしれないですね。皆さんぜひこちらに来てですねナッコプセ丼食べる方はですねできるだけ早くちょっと火を切ってしまって、あとは余力でまあ茹で上がるぐらいにしておいた方がいいと思います。でこれめちゃくちゃ辛いです。ご飯の上にかけて食べていくというのがいいと思います。まあ、私みたいにですね、鍋を焦がしてしまうといったようなですね、間違いをしないようにしていただきたいと思います。
まあということでこんな形ですね、結構これボリュームが多いですね。一人で食べるとなるとちょっとボリュームが多いかもしれません。ということでなかなかすぐには食べられなかったんで、ちょっと休み休み食べているところです。まあこんな感じですね、まあ鍋を食べていくんですが、これあのご飯があるときはちょうどご飯の上にかけてですね、ちょっとこの辛い海鮮丼、まあ、ホルモンもちょっと入ってるんですが、これをいただいていったんですが、最後の方になってですね、まあ、ご飯が少なくなってきて鍋をもう全部食べちゃおうということで、これ今全部、ご飯の上に乗せて食べているところなんですけど、これ全部乗せてしまったらですね、これあのめちゃくちゃ辛かったですということですね。ちょっとずつ食べていった方がいいと思います。突然ですねこんな風にあのご飯の上にかけて食べていくとめちゃくちゃ辛いといった状況になってしまいます。はい、ということで本日のランチはですね、こちらケミチプの本店で、まあ、名物のナッコプセ丼をいただきました。で最後の方はちょっとあのご飯が少なくなってしまって、辛くなってめちゃくちゃくどくなってしまいました。ご飯にちょっとずつ乗せながら食べていくっていうのがいいと思います。めちゃくちゃ美味しかったです。はい、それでは一通りですね、この南ポドンのエリアの商店街も、ちょっと歩き回ってみたんですが、もうちょっとこのエリア歩いていってですね、ちょっとあのバス停まで行ってみたいと思います。バス停まで行ってですね、バスに乗ってですね、次のエリアに向かいたいと思います。ちょっと、まだしばらくバス停までこのエリア歩いていきたいと思います。はい、ということでランチをいただきまして、ちょっと出てくると人通りが結構増えてきましたね。先ほどちょっと午前中だったっていうところもあってですね、人通りそれほど多くはなかったんですが、現在ですねかなり人通りが出てきました。ということで繁華街、釜山一の繁華街南浦洞のエリアを今歩いているところです。いやでもこの辺り本当にあの結構近代的といいますか、この歩道も結構整備されていますし、タイル張りになっていますし、あと本当にあのオレンジ系統、暖色系統で、まあパラソルがあったりお店のデザインがされていたりということで、非常にあのカラフルなデザイン、南国のデザインといった感じになっている街ですね。はい、それでこちらのショッピングストリートもこの今歩いているところが、タイル張りでですね結構綺麗に整備がされていて、これあの上を見るとなんかアーチが作ってありますよね。こういった形で非常に綺麗になっていますので、歩いているだけでも結構楽しいエリアとなっています。でやっぱりあの韓国はこのような露店が結構たくさんありますね。ソウルに行った時も、まあ、中心街のミョンドンのエリアちょっと夜歩いたんですが、このように露店がたくさん出ていました。露店で物を買って食べるっていう文化があるのかもしれないですよね。はい、ちょっとあのこちらから大きな音が流れてきて、なんかキャーキャー悲鳴が聞こえてきましたので、何をやってんだろうということでちょっと、見に来ました。何でしょうか。あーなんかこれ子供向けの遊具があるんでしょうかね。あ、これ面白そうですね。なんかぐるぐる回転する、あの乗り物があって、それがずっと揺れてですね回転しているところです。あ、面白そうですね。子供向けでしょうか。ちょっとあの大人だとちょっと恥ずかしいんですとか言われましたけど、なんか乗ってみたかったですね。子供向けの遊具なのかもしれないです。まあということでこんな感じで子ども向けの賑やかなですね遊具もあるということで、結構親子連れで来ても楽しめるエリアなんではないでしょうかね。はい、ということで、ちょっとあの今、突き当たりのところに大通りが見えてきましたね。あの大通りが地下鉄の通っている通りで、まあ地上はですね、まあ路線バス、これあの名古屋の機関バスっていう、まあバスレーンのある、バス専用レーンのあるバスのシステムがあるんですが、これと同じようなシステムが釜山でも採用されていて、バスレーンで渋滞を避けて街中を早く移動できるバスのシステムがあります。こちらに乗ってですね、ちょっと次のエリアまで移動していきたいと思います。いやそれでも本当にちょっと振り返ってみると本当に綺麗な商店街ですよね。こちらに地下鉄の駅があります。でこちら、中央分離帯のところにですね、バス専用レーンがありまして、こちらがバス停になっているようですね。バス乗り場となっています。ちょっとこちらの、バス乗り場からバスに乗ってみたいと思います。このバスがですね、こんな感じでですね、バス専用レーンが走っています。でこの、中央分離帯の真ん中にバス専用レーンの、道路があってですね、こちらから乗車をすることになっています。
で今時刻を見たらですね、私は今からですね、プサンのリゾート地のヘウンデっていうところまで行こうと思ってるんですが、一つ前のバスがちょっともう出発したばかりで、ちょっとだけ15分ぐらいだったかな、時間があるっていうことで、ちょっともうちょっとこのエリアを歩いてみることにしました。現在ですね、商店街のあったエリア、ショッピングストリートのあったエリアがこのバス停の、この大通りのバス停の北側のエリアだったんですが、ちょっと南側のエリアに行っています。はい、そうするとこの南側のエリアっていうのが、あのチャガルチ市場のあるエリアとなっているそうです。はい、ということでこちらチャガルチ市場のあるエリアに来ました。このエリアに来るとですね、先ほどのあの大通りの交差点を一歩渡っただけでですね、結構な、あのなんて言うんだろう、海鮮といいますか、魚介類の売っている露店が増えてきました。で、あの前方に大きなちょっとビルがちらっと見えるんですが、あのビルがですね、あのビル全体が魚介の市場となっているようです。これは韓国最大の海鮮市場、チャガルチ市場となります。ちょっと行ってみましょう。それでこのチャガルチ市場っていうのは1889年、めちゃくちゃ古いですね。プサン水産株式会社っていうのがこのエリアに設立されたそうです。でこの会社はですね、どうやら日本が設立したと思われるんですが、どうやらですね、日本の、日本の漁師、こういった人たちを保護する目的で、この、会社が設立されたそうです。プサン水産株式会社で、その会社が設立された後にですね、どうやらこの周辺にですね、魚を販売する商人たちが結構たくさん集まってきたそうです。だから昔からこのような露店ですね、露店商の魚売りの人たちがたくさん集まってくるエリアとなったと、それがきっかけのようです。そういったところがきっかけとなって、もう現在このチャガルチ市場っていうのは、韓国の中でも一番最大級の魚市場といったことになっておりまして、釜山の代名詞ともなっているようなエリアとなっているそうです。でこの大きな建物があるんですが、これがチャガルチ市場の建物になるんですが、実はですね、地下2階から地上7階まで全部魚、魚介類が売っているといった市場となっています。ちょっと覗いていってみたいと思います。で私今回ランチ、お昼ご飯は、先ほど行きました、ケミチプってお店でナッコプセ丼っていうのを食べたんですが、あれも魚介料理で、これめちゃくちゃ美味しい料理だったんですが、おそらくこのプサンっていうのはですね、魚介料理が非常に有名になっているんだと思われます。それでこの、チャガルチ市場なんですが、実はですね、これ私この行った時知らなかったんですけど、これその場で買って調理をしてもらってそのまま食べることができるそうです。これはあの非常に新鮮で取れたばかりの魚介類なんですが、ここの市場で買ったものを直接すぐ買ってですね、料理をしてもらって食べることができるそうです。この辺りでランチをしてもよかったかもしれないですね。はい、海の側に来ましたら、このようにですね、非常に海が綺麗に見えまして、音楽が流れておりまして、これなんか日本の演歌みたいな曲が流れていました。釜山も、日本の演歌みたいな曲があると、そういった文化があるエリアなのかもしれないですよね。はい、入っていくとこの1階ワンフロアだけでももうぎっしりと、魚屋さんがあります。だからこの中から好きなものを選んで、そのままどっかこのあの料理屋さんかどっかに持っていくと、料理をしてもらってすぐ、食べることができるようになっているようです。そういえばあのちょっと前に有名 YouTuber で藤原のみーさんという人がいるんですけど、動画を見ていたらこのチャガルチ市場だったかな、このプサンのエリアでその場ですぐ魚かなんかを買ってですね、料理をしてもらって食べていたっていう動画を思い出しました。ここのチャガルチ市場だったのかもしれないですね。中でもあの結構あの値段がですね、1万円ぐらい取られてたような感じがして、なんかぼったくられてたんじゃないかという感じもして見てたんですけど、有名 YouTuber ですからね、その辺は大丈夫でしょう。はい、ということで、地下2階から、地上7階までああいった市場がたくさん、詰まっている市場ということで、チャガルチ市場に行っていました。魚介類が好きな方はですね、ぜひ一度行ってみるといいと思います。ただ入った瞬間、建物に入った瞬間、めちゃくちゃ生臭い匂いがしました。そういったのが好きな方はですね、ちょっと行ってみるといいと思います。
まあ私はどちらかというとですね、ちょっと生臭いのは我慢してでもですね、魚介類が食べたいっていう方ですので、私はああいった市場大好きです。まあ魚介類好きな方、ぜひとも一度この釜山の茶ヶ内市場に行ってですね、その場で新鮮な海鮮物を料理してもらって食べてみるっていうのもいいんではないかっていうふうに思います。はい、ということで、まあ大体ちょうどいい時間ぐらいになりました。ちょっと待ってるとですね、私の乗る103番のヘウンデ行き、これはですね、この町の中心の南ポドンから、これは東の一番端っこのあたりになると思うんですが、リゾート地のヘウンデまで直行便、直通で行ける便となります。地下鉄で行くとかなり遠回りになって50分ぐらいかかってしまいます。でバスで行くと30分ぐらいで行きます。このような、座席になっております。今ワオパスで入りましたが、 T マネーカードが使えるバスとなっています。はい、ということで引き続き三国志魏志倭人伝の経路をたどる旅ということで、クヤ韓国のエリア、まあ最初に来た、今回のエリアが一番、繁華街の中心街の南ポドンのエリアでしたが、次回はですね、一番東の、エリアにありますリゾート地ヘウンデまで行ってみたいと思います。このようにバス専用レーンで渋滞知らずでヘウンデまで行くことができるといった、バスになっています。次回もよろしくお願いいたします。 Thank you for watching the Vega Traveler Channel. Could you enjoy the video enough? See you soon. Thank you.